アタック25。こんにちは、パネルクイズアタック25司会の児玉清です。問題を差し上げます、相馬ひろみです。今日もアメリカ旅行を目指していただきましょう。はい、続々と旅行獲得者が出ています。皆さんも頑張ってください。ではこの問題から参ります。相馬さん、よろしく。国士無双、排水の陣、この2つの赤の方。結構、お見事、正解です。13番に赤が点灯いたしました。さあ、どういうことになるんでしょうか。参ります、この問題です。どうぞ。緊張がなくなったり、気分や能力が鈍くなる状態のことを、桶や樽などの周囲に。赤の方。その通り、よくご存知でした。赤の方。さあ、何番。19番。そこを取ったか。この問題です。どうぞ。どんな時にも無表情を装い、心を表に。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番。25番。25番に赤が点灯いたしました。見事角をものにされましたが、参ります、この問題どうぞ。1910年の4月21日、この世を去ったトム・ソーヤの冒険。白の方。その通り。他の方も押されたんですが、一瞬早かった。白の方。さあ、何番。15番。15番に白が点灯いたしました。はい、そういうことです。参ります、問題です。どうぞ。デザイナーのイニシャルをプリントした服を見かけますが、 CK はカルバンクラインでは、 D は赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番。20番。20番に赤が止まります。参ります、この問題どうぞ。昭和26年、日米安保条約に調印した日本の総理大臣。赤の方。おやおや、何と辞任されたんでしょうか。3人で参ります、この問題どうぞ。少年追いやすく、学なりがたしといった中国な。白の方。勘違いされた。参ります、この問題です。どうぞ。浄瑠璃や歌舞伎で当時の著名な噂話などを取材し、恋愛、義理、人情の葛藤を。緑の方。おやおや、やっと辞任されたんでしょうか。赤の方、お戻り。さあ、お二人ですが、参りましょう。問題どうぞ。上越新幹線の駅で漢字4文字。赤の方。その通り。お見事、正解です。白の方、お戻りください。そして赤の方。さあ、何番。10番。10番、飛び込んだ。15番の白が赤に変わります。さあ、角に飛び込むのはどなたなのか楽しみです。緑の方。
あと一問のご辛抱、この問題です。どうぞ。登山用語で露営したり。赤の札。その通り。はい、結構です。まさにその通り。緑の札。お戻りください。そして赤の札。さあ何番。5番。5番に赤が止まります。さあ角に入られたわけですが、4人で参ります。問題どうぞ。おなじみの四季の歌で春を愛する人はどんな花。緑の方。その通り。お見事、正解です。緑の方。さあ何番。14番。14番に緑が点灯いたしました。はい、そういうことです。この問題です。どうぞ。コスモスの原産地はどこでしょう。赤の札。その通り。よくご存知でした。赤の札。さあ何番。18番。18番。いった。14番の緑が赤に変わります。さあ参りましょう。相馬さんよろしく。琵琶湖で獲れる魚をご飯と一緒につけて発酵。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。4番。4番に赤が止まります。さあこういう形になったが、参ります。この問題どうぞ。日本では北海道の山岳地帯に生息している赤の方。結構。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。3番。3番に赤が点灯いたしました。さあ他の方頑張る。次の問題です。首都はサンファン。アメリカの自由連合州となっている自治領。青の方。勘違いされた。他人のこの問題です。どうぞ。国際的な人権擁護団体として知られるアムネ。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。2番。そこを取ったか。赤の方。目下のところ好調ですが、さあ問題です。ウォルト・ディズニー・ワールドはアメリカのフロリダ州にありますが、その州都は。赤の方。その通り。よくご存知でした。青の方。お戻りください。そして赤の方。さあ何番。1番。1番に赤が止まります。見事角をものにされましたが、リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。人気者になるまでの苦労話や山口智子との出会いなどを。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。6番。6番に赤が点灯いたしました。こういう形ですが、さあ他の方頑張る。次の問題です。自分の行為の報いとして被る災いのことを身から出た。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。
赤の方。さあ、何番？11番。11番に赤が点灯いたしました。赤の方。目下のところ好調ですが、さあ問題です。タロフォフォの滝や恋人岬などの観光名所がある太平洋に浮かぶ島の赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番？16番。おや、そこに入られましたか。リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題、どうぞ。子供たちがよく歌う犬のおまわりさん。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ、何番？21番。21番に赤が点灯いたしました。さあ、角に入られたわけですが。さあ、他の方頑張る。次の問題です。父の名は京介。日本語の方。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番？24番。24番に赤が点灯いたしました。さあ、こういう形になったが、赤の方、目下のところ好調ですが、さあ問題です。次の文章が正しいか間違っているか、イエスかノーでお答えください。哺乳類の心臓の心室と心房、上にあるのは心室である。赤の方。立ってしまわれた。三人で参ります。問題よろしく。原子番号78、元素記号 PT の銀白色の重金属。青の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。青の方。さあ、何番？23番。23番に青が止まります。さあ、あと1問でアタックチャンスになるのか、慎重に参りましょう。問題です、どうぞ。サッカーの試合中、警告を意味するカードの色は何色？白の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。お戻りください。そして白の方。さあ、何番？17番。17番に白が止まります。こういう形ですが、さあ、ここでアタックチャンスの問題です。このアタックチャンスで流れが変わるのか。それでは参ります。アタックチャンス。かつて黄金海岸と呼ばれていたアフリカの赤の方。その通り。さあ、アタックチャンスを手に入れられたわけですが、どこに入れてくるのか。まずは何番？22番。22番。いった。23番の青、赤に変わります。そしてアタックチャンスの狙い目は何番？13番。なるほど。そういう作戦できたか。アタックチャンス後の問題、大変大事です。この問題です。4人です、この問題。どうぞ。小腸などが筋肉の収縮によって、赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番？12番。12番、飛び込んだ。17番の白が赤に変わった。さあ、どういうことになるんでしょうか。
これからが勝負の分かれ目です。残るパネルは4枚、大事な問題です。行ってみましょう。北極圏にありオーロラがよく観測できることから観光客が訪れるスピッツベル。赤の旗。その通り、よくご存じでした。赤の旗。さあ何番。7番に赤が点灯いたしました。リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。川の間の土地という意味の通り、チグリスユーフラ。赤の旗。結構。お見事、正解です。赤の旗。さあ何番。9番に赤が止まります。こういう形ですが、さあ他の方頑張る。次の問題です。チューリップと風車の国オランダの通貨の単位は何でしょう。青の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。青の方。さあ何番。13番に青が点灯いたしました。さあご覧いただきましょう。残るパネルが1枚。さあパーフェクトなるのか。問題です、どうぞ。牛肉とバレン書を書いた明治の作家は誰でしょう。白の方。ここで立たれてしまったか。この問題です、どうぞ。北海道や東北、山陰地方の沿岸に分布し、体に鱗がなく秋田の赤の旗。その通り。お見事、正解です。赤の旗。ラストコール。8番に入った13番の青、赤に変わった。ボード上をご覧ください。お見事、パーフェクト達成です。赤のアメリカ旅行挑戦権獲得、おめでとうございます。お見事。せっかく優勝されたのですから、アメリカ旅行にいらしていただきたいと思います。はい。今日はある国の名前をお当ていただきます。このパネルの取り方は文句ないでしょう。アメリカ旅行獲得なるでしょうか。ある国の名前 VTR スタート。その国とは。その通り。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。ここで皆さんと一緒に確認してみたいと思います。アメリカ旅行いらしていただきます、おめでとうございます。おめでとうございます。アメリカ旅行を獲得したことをお伝えして、それではさようなら。2025